英国政公会選挙協会は、イングランド国協会により1799年にアジアアフリカ選挙のために設けられた選挙会の一つである。オーストラリア本部及びニュージーランド本部よりの派遣を合わせ設立以来9000人以上の男女を世界に派遣した。1799年4月12日に、 ロンドンで福音主義者のウィリアム・ウィルバー・フォースやヘンリー・ソーントンの参加するクラパム派の支持のもとに行われた調教派の会合により当初はアフリカ東方選挙会として設立されたウィルバー・フォースは初代総主事就任を求められたが辞退して副主事となりトーマス・スコットが初期ヘンリー・ベンが総主事となった最初の選挙師は ビュルテンブルクの福音ルーテル教会出身でベルリンで訓練を受け1804年に派遣された。1812年にアフリカ東方教会選挙協会へと名前を変え最初のイギリス人選挙士を1815年に派遣した。それからの主な活動はイギリス東インド会社へ派遣されるチャプレンの先任などであった。1925年にはコプト教会及び エチオピア教会に関する資料を集め、ウィリアム・ジョエットに聖書をアムハラ語に翻訳させ、その聖書を携えたサミュエル・ゴバとクリスティアン・クングラーを1827年にエチオピアに派遣した。インドで最も識字率が高いとされるケイララでも教育活動を行った。ケイララとタミルナドゥには CMS の学校がたくさんあり、ビハール州などにも教育施設がある。 20世紀初頭には、教会の進学は、友人ストックの指導の下でリベラル派となった。これが、保守的な福音派との間で論争となり、福音派は新たに聖書教会派宣教協会として、分裂しやとクロスリンクスに改名した。20世紀の総主事で著名なのは、マックス・ウォレンとジョン・バーノン・テイラーである。2007年1月1日現在で、 CMS は186人の選挙士をアジア、アフリカ、ヨーロッパ、中東に派遣している。訓練中の者や交換留学生も含めると704人が CMS で活動している。選挙活動は50カ国に及び、年間予算は約900万ポンドで、主に個人及び教区からの寄付と繰り越し金によっている。2007年6月に、 CMS は本部をロンドンから東オックスフォードに移転した。バーミンガム大学などに英国製公開選挙協会資料庫が設けられている。CMS オーストラリアは福音主義的傾向が強く選挙活動が盛んである。イギリスの CMS が1825年からアボリジニへの選挙を目的としてシドニーで活動を始め、1830年には ウェリントン・バレーデン・団を設立した。1842年までに3人のアボリジニが回収したが、CMS はここでは挫折した。CMS はオーストラリアでは、養成を主にし、オーストラリア出身の最初の宣教師、ヘレン・フィリップが1888年に、セーロンへ派遣された。CMS オーストラリアは1916年に、 国内の関連組織を統合して自立した。以後中国、インド、パレスチナ、イランなどに宣教師を派遣した。1927年以降は特に北オーストラリアとタンガニーカに力を入れた。2007年9月現在 CMS オーストラリアは160人の宣教師を33カ国に派遣している。再建された CMS のパイヒアの電動拠点。 歴史の天国のウィリアム・コレンゾー式の印刷機、CMS はニュージーランドで最初の宣教者となった。1814年のクリスマスにサミュエル・マースデンがベイオブ・アイランズのオイヒワンで最初の活動を始めた。1815年にはランギホアに最初の電動団を設立し、それから10年の間に農場や学校を建設した。CMS は資金を公益に頼り、 中には、トーマス・ケンダルのようにマオリに銃を売り、マスケット戦争を煽って、廃墟者と呼ばれる者も,もいた。ケンダルは、ナプヒ族の主張本義ヒカを1820年ロンドンに連れて行った。CMS は、プレンティワンにも電動弾を設置したが、ナプヒの主張の台湾画の受腺まで回収者は稀で、あった。1830年代に、CMS は、活動範囲を、 ベイオブアイランズ一帯に広げ、ノースランド、オークランド、ワイカとプレンティワン、ポバティワンに電動拠点を置いた。1840年までに、ウィリアム・ウィリアムスとロバート・マンセルは、新約聖書の多くを、マオリ語に訳した。ヨーロッパ人のニュージーランドでの無法ぶりとマオリの、伝統社会の破壊などを理由に、CMS は1840年1月の、イギリスによる、 ニュージーランド併合を支持した。宣教師たちは、マオリの首長たちがワイタギ条約に署名するよう説得した。CMS が最も影響力を持ったのは1840年代、1850年代であった。北島全域に伝道団が置かれ、多くのマオリが受選した。教会は、マオリとイギリス当局との紛争で、 マウリの側に立つことも多かったが、マウリ戦争の際には政府側に立ち、CMS は1854年には停戦交渉を始めたが、この後新しい宣教師はわずかしか派遣しなかった。1892年 CMS のニュージーランド支部は独立しすぐに宣教師が海外に派遣された。イギリスからの資金は1903年に完全に打ち切られた。 2008年7月現在の NZCMS はニュージーランドの海外選挙活動を集めたせ公開選挙委員会に近い。2000年にはニュージーランド南アメリカ選挙会を統合した。ケリケリのミッションハウスは現存するニュージーランドの CMS の建物の中で最古のものである。CMS のパイヒアの印刷機ですられたニュージーランド。 最初のコロラ北教会の広告1873年に J. バイパー司祭が日本総書記として赴任する P.K. ファイソン司祭とともに築地の居留地でバイブルクラスを開く。1878年築地52番にセイパウロ教会を設立する。1887年に米国聖公会、イギリス海外福音伝道会英国聖公会、 選挙協会の三つの選挙団体が合同して日本政交会を組織した。1890年には BF バックストーンが来日して島根県松江市石山に今日構え伝道活動を始める。笹尾鉄三郎など多くの日本人が集まり収容する。これが松江バンドと呼ばれ日本の清め派、福音派の源流の一つになった。ありがとうございます。